じゃあ行ってきまーす。よし、グイジ君、まずはそこを開けてくれ。これ引っ張ってないと開かないタイプかな。こっち？どっちでもいいのか。よし、今のうちだ。ここにいるとどうなる？食らうかな？食らいそう。ルイージ君ダメみたい。ダメみたい。やっぱ引っ張っとかないとダメみたいね。危ない危ない。おい、ふざけんなてめえ。急に話すんじゃねえぞ。あ、わかった。これでこうか。そういうことか。賢すぎないか。いや、賢いわ。よし、ルイージ君ナイスだ。おー、金だ、金だ。金は正義。お邪魔しまーす。マジ、キャッスルフロアって本当に何？マジで何？あれ？王冠浮いてない？ダークライトでなんか出てくるタイプ？あなた。まあ、まあ、胸にあるあれに吸盤引っ付けて。おらこれ倒れてきた時危なくない？おお、力持ち。力持ちすぎるだろ、それは。ほら、リトルイージ君。うわー、ナイスー。金まみれやん。金まみれ。こっちには？あ、こっち横には何がないのか。くっせい！お、ネズミくん待つんだ。全員逃がさん。全員逃がさんぞ。で、ここには隠された鎧があるというわけだね。うわー、びっくりした。毎回このシャインスピリッツみたいな。逃げんな、逃げんな。おいおい。ほら、ネズミくん。あれ、ここ行けんじゃん。おーおーおー。待て、ネズミくん。なんだよ、ここあんじゃん。おお、金塊だらけ。金塊まみれ、金塊まみれや。はあ、楽しいね、楽しいね。ルイージマンションは楽しいね、気持ちいいよ。闇魔力さんがルイージマンションを楽しんでいらっしゃる。気持ちいいぜ。あ、でもここ、この奥とかなんかありそう。ここ倒したらなんか横とかにありそうですね。まあ、せっかく出したところだから。キポン。こいつからすごいいろいろお宝出てきますよ。あ、剣の、これ剣の宝石なんだ。てか、各フロアにあんのか、これ。じゃあ俺相当探さないとダメじゃないこれ、もしかして。おい、何もねえのか。誰かおるか。じゃあ、奥に行きましょう。おお、外。どここれ、キャッスルフロア、何これ、コロシアムみたいになってるけど。はぁ、ホテルとは、ホテルとは一体、何だったのか、お前もそう思うだろ。私もそう思います。そういう感じで動いてたな。あと食べ物、市場がある。あ、これは、あ、ちょ、ここ、ここ、通してください。トマトの樽を、待て、ネズミ！ほら、代金払っていけ！俺のじゃないけど、逃がさんぞ、てめえら。がめついな。あ、ねえ、待って、コインがまだあるんですよ。あ、なんか始まっちゃったし。コインと宝箱があるんですよ。なんだ、あの偉そうな王様。おー、一階の、でも一階って、どこ？一階ってさ、もう行ったことあるからそれいらないんだよな。七階なのかあれ、もしかして。1と7は見分けがつかないことで有名だからな。あ、コインまだあるわ。あいつマジ偉そうだな。ボタンを縦に、ボタンを縦に俺を誘いやがって。こっからシュートしようぜ。ルイージ君やれる。君なら、シモヘイヘイと呼ばれたお前ならいける。ルイージキャノン！うわ、どっか行った。あれ？スイカ君は？あ、砕け散ったわ、天井で。いや、ダメかもしれない。これちょっとダメかもしれないですね。じゃあ、ここ開けてから。うわ、金や。うわ、トマトもいっぱい出てきた。ここは、開く。あれ？ここ開く？絶対開くじゃん、これ。絶対開くルックスしてるじゃん、ここ。開かないのか、ここは。いけないのか。でも階段あるけどね。奥から、こちら側から開かないやつなのかな。ダーン！スイカが強い。スイカは鎧よりも強いし。これは名言だな。スイカが強えな。こっちから回るか。あの音決着をつ、は？なに？おい！後ろだ小僧！あ、ほら！くれ！当りまとめて！ボッコボコじゃい！ほら、巻き込め巻き込め！ほら、てめえも一緒だよ！ほら！槍に刺され！壁に刺され！ほら、後ろの鎧に刺され！あ、壊せる壊せる！全部壊していけ、これで。あ、明るくなった。しゃあ。あ、こっちの鎧も壊しておきたかった。やばい。今のちゃん、早く来い。消える前に声を済んだ、ルイージ君。ルイージ君よかった。うわ、ここの鎧も全部壊しておきたかった。わあ、お化けで壊すんだろうな。剣だ。剣を取るんだ、ルイージ君。掃除機なんか捨てて今こそ剣を取る時が来た。
いやーこれ、あ、売り焦がせる、動かせないっすよね、この辺。あ、ここなんか出っ張ってない？怪しい。怪しい。怪しいってなんか、島次郎のミミリンが怪しいって口癖だった。でもミミリンは消されてしまったんですよ。島次郎のミミリンくんは、ミミリンちゃんだわ。ミミリンじゃねえ。ラムリン、ラムリン。ミミリンじゃなくてラムリン。ラムリンとさ、カラクサとドットペイズリー、あいつら、猫の三兄弟と命名博士もなの、今島次郎なんか消されたよね。なんだったの？歯向かったんかな？社長、ベネッセの社長とかに。歯向かったんかな？なんか揉めたんかな？ギャランティーとかの問題で。あ、剣も据える。ギャランティーとかで揉めたのかな？いや、ありそうですよね。知らんけど。今なんかライオンの博士とかなってるよね。久しぶりに見たらそうなったわ。今ってか結構前からなんだろうけどさ。いや、悲しいよね。島次郎、なんか全部一、なんかね、新しく、全キャラ新しくなるのはわかんないけど。島次郎とかトリッピーとかミミリングはさ、いて、なんかラムリンだけ消されるっていうのがね、なんだろう、ラムレーズンにされた。ラムレーズンってもう、おーよし、紫の剣ゲチュー。じゃあどんどん左行くか。あ、左から下の階行けそうだな。お、はいはいはい。これ、ね、ここのどこがホテルなんだよ。俺は言いたいね。俺は問いただしてやりたい。小一時間、誰に、誰と、誰にでもなく。問いただしてやりたいね。ま、金や。お金が落ちていく。ついて。これは？この金玉、おお、金だ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 。なんかのギミック、どっかの鍵が開くとかじゃなくて、ただ金を落としてくれる。いいギミックやね。もっとくれないかな。ブラックライト、ブラックライトじゃない、なんだっけこれ、ダークライトか。いつも名前忘れるんだよな、これ。オーロラビームみたいなやつ。お前。おー、怖い。あ、どうしたらいいの？あ、グーイジ先輩か。グーイジ先輩。あ、気持ちいいなり。グーイジ先輩のハリプレイ。完全に入ってるよね、これ。穴に入ってます、グーイジ。あ、真珠。穴。ケツから取る男。え、すごいわ。辛い。で、ここ、マジで殺す気満々だったよな。ゲームオーバーじゃ済まないところだったよ。おー。あ、こっちもグーイージ君で行くところか。ここは？これ吸ったら、グーイージさん来るんじゃない？よし、グーイージ君！そこにいるんだ、グーイージ君。え、この奥は？奥行きたいよ！でも、隣の部屋から来そうな勢いはある。あ、でも、樽があるな。でも、こっちの部屋から、上とかからじゃない？これもしかして。だってなんか、マップを見る限り、やーお！うわ、こいつの盾どうすんのこれ。盾どうすんの？あ、吸盤だ。吸盤や。おお、吸い取れ、吸い取れ、吸い取れ。へいへい。あ、痛い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 。そういうことするんだ。ふぅ。お前、そういうことしていいんかお前。待てお前。待てお前。お前、俺にビンタしたんか。ルイージさんやぞ。お前、お前、倍返しだ。やられたらやり返す。倍返しだ。あいつの盾にぶつけてやればいいんじゃない。盾に、おい、盾野郎来い。盾野郎にぶつけてやれ。ほら、くれ。道連れだ。待て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 。金塊が吸いたすぎて一回離しちゃった。金は重いんだよ。金は命よりも重い。何度でも言わせてもらおう。イエーイイエーイと喜んでる場合じゃないぞ、ルイージ君。お金が撒き散らされているんだ。おお、ハートとか今いい。ハートとかじゃない、まずは金なんだ。トゥトゥン。ここ空きそう。え、多分絶対ここなんかあるよね。絶対マリオがもうワインにされちゃったんじゃないの。マリオ。マリオ。ディクシ。おきが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 。あ、上になんかソードがあるな。ここは見えます。見えません。奥に部屋があります。他のところから来るっぽいっすね。上の階から来るのか。いや違う、わからないな。どういうこと？多分他のところから回んのかな。あ、鍵いるんだが、切れそう。切れそう。でもここまで調べてないね。開くんじゃないの？開きそう、開きそう。絶対開くじゃん。開いたー開いたー。ネズミがいたー。せいやー。お、鍵やなんだよ、鍵か。まあ、鍵はね、いいんですよ。絶対手に入るものだから。絶対手に入ると保証、そういう保証がない。やっぱり、保証がない。あ、この先もまだ行ける説あるか。吸盤が外れるからないか、さすがに。あ、そっちに部屋が。鍵はまた今度だ。あ、隣から見えてたところですね。あ、ここがにも、金。徐々にいそうでいなかった。
オラオラ系の叫び。カネ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 。オラオラ。なんだ。てかさ、この金の幽霊結構いない？こんなにいてるもんなの？こんなにいてるもんなのか。待て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 。オラ。おお自由。お金出ちゃう。すごい。ここはこれだけっぽいな。やはり鍵を取って進むしかなさそうなのだ、ローコちゃん。平気。でも隣の樽から来れない。この樽横から開いてんじゃないの？開いてんじゃってる。多分絶対開いてるでしょこれ。開いてんじゃん。普通に行けた。うわー、普通に行けた。何をやってるんだろうミュージ君。お隣の部屋だ。よし、ここは鍵を使って。さっきエバってた王みたいなやつ早く開いてえな。早くぶちのめしてやりてえぜ。なんだここは。わお。てかさ、もうホテルじゃないよね。ホテル関係ないっすよね。うわ、危ない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 。した。やらかしたぞ、ルイージ君。投げ飛ばすときにやらかしてしまったぞ、ルイージ君。おーおーおー、何？は？ 3 つ出てきたけど。何これ？は？意味がわからない。意味がわかりませんけど。は？え？どういうこと？当たりと外れがあるのかな？で、今俺は外れたって話。あ、炎が？え、何これ？え、ちょっとわかんない、ちょっとわかんない、ちょっとわかんないですね。あ、わかった。あ、そういうこと。わかった、わかった、わかった、わかった。俺は賢い。俺は賢いよ。はい。はい、炎をつけて、クモの巣燃やす。火事です火事です助けてください。あ、金取れるのか、ここは。金部屋だ。あ、で、こう、下、ここでグーイージ君を稼働させたら強いんじゃない？これで上へのはしご。いった！やべ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 。あ、コインか。グーイージ君、あの1コインを回収してきてくれないか。ありがとう、グーイージ君。いやね、これ帰れないってことにね、俺は気づきましたよ。帰れないじゃん、これ。無駄に食らったし。はぁ？なんだよ、ここ。なんだよ。これどこがホテルなんだよ。行ってみろ。おい、行ってみろ、この野郎。お、エレベーター来た。の前に、ちょっと出てきてくれ、グイジ君。塔のラトリアじゃん。あ、グイジ君何落としたの？ロウソク落としたらダメだろ。あ、ハートが、ハートがあったのに。ハートが落ちた。あ、まだまだまだ。まだまだ。まだまだ。金や。金や、金や。まだ金があるかもしれへんが。グイジ君。あ、これも、これも全部す。あ、後ろになんかある。後ろになんかあるぞ。お、グイジ君、これだ。ピカピカ見つけた。バール。これ稼働役がいるのか。逆噴射か。さては。なるほどね、そういうシステムね。私が行こう。いや、これグイージが下来た方がいいんじゃないの。本体は安全なところにいた方が良かったかもしれない。いや、本体が行かなければ意味のないこともある。あ、グイージ君はこれ来れる。あ、待った待った待った、この剣何。とりあえずこっちの部屋行ってみるか。あれ、茜、鍵がいるのか。おい、どうするよ。ここなんかある。入り口があるもん、絶対。おお。俺行こうかな。一人で行くか。グーイジ君を残していくか。え、でも、移動したらグーイジ君連れて仮面になる。こっち、あ、アイアンメイデン。あ、怖かった。死ぬかと思いましたわ。うわあ。絶対飛んでくるじゃん、これ。円の故障システムじゃん。絶対飛んでくるもんね。おお、ハートだ。大ダメージを食らうことが想定されている。とりあえずこれ引いてみるか。落ちろ。あ、落ちる。え、壊せそう。あ、これなんかしたらこグーイージに行かせるか。ここら辺はなんかないの。何時のあるべき姿に戻れ。くそ、真の姿を現せ。グーイージに行かせないとやばいぞ。あ、グーイージだから効かないのか。グーイージに行かせれば平気なのか。下ろしてください。よし、これで、これでどうする？あー、これで塞げばいけるのか。で、この先は水があるから、スライム君は溶けていけないって話か。あ、ここに鍵あるだろ。絶対鍵あるだろ。あ、その前に金だよ。その前に金や。金や、金や。金は、この世の金は全てワイのもんや。多分鍵だろうな。がっかり。なんかもっといい宝にしてくれよ。よし、とりあえずゲット。まあ、ここはこれだけの部屋かな。もうさすがに、これだけのギミックあって、他のギミックはさすがにないな。こっち落ちる？あ、落ちるじゃん。あ、なにこれ？は？あ、金だ。
おお、やったー、落ちてよかったわ。落ち、正解だったわ。あ、そ、札どっから出てんの。先にこっちに行ってみるか。なんだろうな、あの黄色い剣マジで取りたい。わかった、グーイージで上から取るのか。俺ちょっと賢いかもしれん。待った待った待った。おお、アップねー。危なかいいか、とりあえずこっち行くか。わかんねえな。おお、囚人部屋だ。囚人部屋、これグーイージ君にあの鍵を取ってきてもらわないといけない。ここはなんだかヤバそうなオーラがプンプンしているぞ。これちょっととりあえず引いちゃおうぜ。あ、鍵開くじゃん。なんだ、俺が行かなくても平気じゃん。なんだ、行けんじゃん。あー、ダメそう。どうしよう。でもあっち水あるから多分グーイージにこれ引いててもらわないといけないんだ。よし、私が行こう。こっちなんかないのか。あ、この辺なんかありそうじゃないか。おい、なんかあんだろ。いや、特に何もないな。よし、でもゲットした。おお、なんだなんだ。は、あ、やばいやばい、出られなくなっちゃう。やめてー、やだー、やめてくれー。お、待てよ、こら、おい、こっち、あー、とす、あ、やばい、やばい、制限時間あるんじゃないの。おー、待て、お前たち、許さん、許さんぞ、やばい、グイージ君、グイージ君、早くするんだ、グイージ君、早くせんと、ルイージ君が死んでしまうぞ。ルイージさん、さよならです、残念ですね、ルイージさん、今日から私が、本物のルイージとして、あ、行かせてもらいますよ。早くそこで止まれ。あ、間違えた。やばいやばい。ルイージ君、危ない、危ない、ちょ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 。やばいやばい。やばいやばいやばい。グイージ君。あ、やばい、ここじゃダメなのか。危ない。あ、痛い痛い痛い。あ、痛い。危ねえ。危ねえ。危ねえ。あ、あ、あ、怖い。おい、てめえ、グイージ。てめえ、よくもやりやがったな。あ、すごいすごいすごい、逆になんかすごい、逆になんかすごいことになりました。なんかね、あ、待って、あ、グイジ君、あ、こっち帰ってくるんだ、グイジ君。あれ、平気なんです、僕ゲルなんで。残念でしたね、ルイージさん、僕ゲルなんで平気なんですよ。なんということは、グイジ君に乗っ取られるとこだったよ、人格を。危なかった。お、はい、開きましたと。うわぁ、やばそう。あ、なんかめっちゃ見てる。何見とんねん、我々。おい、こら、誰の夜じめて、見てもらうのかな、ねんねんねん。ここやろ。これを、あーね。で、なに、で、なに、で、なに、グーイージ君に行ってもらうか。そうだったら、天下のグーイージパイセンに。こうすると、あーね。頭良くないとできないやつや。でも多分こうでしょ。俺は分かっちゃいました。あれ？あ、はい、こうでしょ。俺には分かった。俺には分かっちゃいましたよ。よーし、これで、こっちに進めると。あ、待って、下に金がある。はぁ、グーイージ君、君の出番だ。おめでとう。グーイージ君、でも、あれだ。でもマジ線路こっちょ。はぁ、グーイージ君。あ、グーイージ君なら下歩けるじゃん。金取り放題じゃん。よし、グイジ君、下のお金を一通り取ってきてくれ。おいおい、ここのホテルだいぶやばいだろ。これは大幅減点ポイントだぞ。こんなお前。お前、客人を殺すために作ったと言っても過言ではない。このシステム。グイジで来てもしょうがなくないか。グイジ来たところで何もしょうがないんだよな。わかった。次行った時、ここ意外と簡単じゃねえかよ。意外と簡単じゃん。何にビビってたんだよ、俺は。意外と簡単。まあ、グーイジ君の犠牲があってからこそだな。あ、もうそろそろ反対側来れたんじゃないの？でもすげえ。いや、ここはグーイジ君に行ってもらうしかないかもしれない。よし、これ引こう。とりあえず、トマトの馬車。トマト車。え、何？トマト増量中だわ。これじゃない？何起こる？あ、トマト増量中。トマト増量中だから。何？だから何？しかももう戻ってこねえし。あ、これ普通に風で動くじゃん。よし。ルイージ君のために盾となるんだ。ルイージさん、来てください、ルイージさん。ありがとう、グーイージ君。来てください、ルイージさん。あれ？あ、待って、ここまでみたいです。ルイージさん。ちょっと待っててください、今から。今呼んできますんで。あ、どうすんだよ、これ。押せないの？あ、線路が途切れてんじゃん。やべえよ、やべえよ、やべえよ。どうしたらいいんだよ。わかったぜ。見えなくなってるだけか。そういうものか。言葉ではなく心で理解した。ルイージさん、待っていてください。
今あなたのためにあなたは僕を確かに殺そうとしたかもしれない。だが僕はあなたのためにできることは尽くします。グイジ君、そこまで。じゃあな、グイジ君。そこで一瞬挟まっているわ。あ、後が消えちゃう。あと。待て、このチビども。精神みてえだな、お前たち。あ、グイジ君、やめろ、やめろ、かけがえのない俺と共になんてことをするんだ、お前たち。この俺が相手だ。グイジ君に手を出すんじゃない。友情が芽生えたな、二人の間に。しゃあ、さらに奥へ。で、このフロアもうね、ホテル関係、何度も言わせてくれ。ホテルは関係がない。どうしよう、プー。あれ、これ吸えないんだけど。吸いたい。とりあえずこいつ吸いたい。あ、吸ったら、この鎧に当てたい。で、待って。これ、斧壊せんじゃない？俺は気づいた。あれ？え、なんで浮いてんのこれ。は？なんでこれ浮いてんの？ちょ待て、一旦落ち着いて考えようぜ。なんであれ浮いてんの？そもそも。グイジ君、あれ取ってきてくれ。え、これどうすんの？あ、まずここ壊すじゃん。ここ壊すまではいいんだよ。奥行きがわかんねえ。奥行きがわかんねえ。こっちなんかある？グイジ君、何があるか。何もなさそうです。あの鎧持ってきて、斧に当たるぜ、俺。斧の向きを変えるんだ。任せてください、ルイージさん。狙い撃つぜどうでしたか、ルイージさん。よし。あ、こんなところにお金がいっぱい。とりあえず金は根こそぎ。全部吸う。うわー、痛いよ、ママでも金は出てきたな、ママ。えい。全部吸う。あれ、ここなんかあるじゃん、絶対。え、なんかここだけ明らかおかしくないですかい？うわ、なんかびっくりマークついてるってことは、多分ボス戦かなんか重要な何かが起こる。あ、ここわからん。わかった。そういうことか。ダークライト。これで、真の姿を暴いてやる。何があるんだ、これ。奥に隠し部屋があるだろ。わかってるんだよ、おじさん。お邪魔しまーす。キャッスルフォアラで金庫部屋？え、宝の山だ。ルイジ君、やった。やったぞ、ルイジ君。もうなんか、マップが、アップになった。よっしゃ！でもさ、あの、黄色のさ、剣のとこ分かんなかったんだよね。あれ悔しいな。見つけてて謎が解けないの一番悔しい。一番悔しい。まるで俺がアホみたいじゃないか。そう言ってるんだよ。今誰だ？俺の悪口を言ったのは。今俺のことをアホと言ったのか。お前らか。笑ってるのか、その顔。笑いやがったな。しかも大して金ねえじゃねえか。大した金もなしに金庫部屋だと。笑わせてくれる。こいつに関しては絶対倒れるもんね。えい！おいしょ！まあ、金壁屋よりなんかもうこっちの方が嬉しいまであるな。あ、鎧もちゃんとお片付けしておきますんで。ここ入れんのか。お邪魔するぜ。あー、出た！あ、コロシアムじゃん。ここに、そこに出てちゃまずいんじゃないの、ルイージさん。とんでもねえ化け物と戦わされるぞ。お、来たぞ。なんで怒ってんの？あ、お前が戦うの？わ、胸が弱点じゃん、絶対。胸に吸盤つけて鎧剥がして、なんかやるタイプじゃん。おい、全部イラストじゃねえか、この一人ぼっちの王様がよ。おい、国はな、一人じゃ成り立たねえんだ。国民あっての王。なぜそれがわからぬか。うわ、怖い。なぜそれがわからぬか。貴様には、わからないようだな。ルイージ選手、早い。行った。ルイージ選手、早い。追いかけております。これどうしたらいいの？まずどうすんの、これ。あ？あそこ守ってるやつを掃除機で吸うの？え、なんか、あ、でもお金が出てきたのは確かだね。てか俺の金か、これ。あ、この時に何かするんじゃないの？ケツにつくな、多分。わかんねえ。どこにつくんだ、これ。あ、行った。あ、ルイージ君、行った！は？死ぬ？ルイージ君、わかんない。今使いたくない。今使わなくていい。ね、今使わなくていいよ、犬。今いらない。ねえ、今いらない。まだ倒し方がわかんないのに。犬いらん。全然わかんないんだけど、どうしよう。ライト当てんのかな？はぁ、わからん。はぁ、わからん。みんな終わりだよ、もう。動きをよく見ろ、ルイージ君。殴るとき頭を見せるようだな。そこだ、急いで。おい、鎧奪ってやら。そういうことか。おら、暗い。観客席にぶち込んでやるよ。
待て、おら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 、あ、金や金や、こいつは王だ、いっぱい金を持ってる。金や金や、積んだルイージ君。なるほど、そういうことか、簡単なことだった。でもタイミングが結構むずいかもしれない。あ、でも弓がめっちゃ飛んでくる。危ない危ない、いった。何喜んでんだてめえら、うるせえぞ。あ、結構やばくないかこれ、ひょっとして。やばいやばいやばい、危ない危ない、ここにいれば大丈夫か、ここにいればアンチかもしれない。くらーよし、つえルイージ君、今だ、観客席にぶち当ててやる。ほら見ろ、お前ら、お前らが信じた王だ、これがお前らの信じた王だ。所詮この程度の実力ということだ。こいつ、あ、馬がどんどんボロボロになってる。アリボテめ、所詮お前の力なんてその程度だ。はい、もうやめて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 、ここにいたら多分当たんない。はえ、ただただはえ、来いよ。これ、あ、いったいったいった、やばい、捕まっちゃった、やめて、待ってください、すいませんでした、すいませんでした、許してください、火事になります、許してください。小山ってやつが全部悪いんです、全部小山ってやつに言われてやってるだけなんです。弓矢やめないか、弓やめないか、マジで。多分ここ弓に関してはここがアンチ。あ、ハート出てきた、ラッキー。ルイージ君、今だ、フラッシュ、フラッシュ、セイキュー。おお、ほら、くたばれ。え、てかまず鎧、これ鎧入んでるだけか、まずそもそも。おい、おい、待って、お、待て待て待て、あ、こいつ、ちょ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 、待ってください、剣と盾、わ、怖怖怖怖怖怖怖、今だー、くらえー、終わりだ。おい、ここはホテルだぞ、お前そんな物騒なもの捨てろ。俺はルイージマンションやってるんだ、今回ホテル評論家で来たのによ。お前、そんなことは許されない、ここはホテルなんだよ。てめえ倒し方よく分かんなかったね、この野郎、もっと分かりやすい倒し方にしとけ、この野郎。でだんだんお化けも強くなってきてる、そういうことだね、バラバラ。よし、今回も乳首をゲットして金がばらまかされてしまった。でも宝石がね、全部見つけられてないんですよ。しゃー、宝石全然、あ、なんかお金、あ、待って、乳首よりも先に金、乳首よりも金、乳首よりも金なんじゃ、ルイージ君。はい、ゲッチュー、次何回いけんのこれ、これなんだ、お、1かと思ったら7じゃん、1かと思ったら7、多分7だよねこれ。あ、これで階段のショートカットが開いて簡単に帰れますよっていうお話か。こいつの槍欲しい、わ、もう拾えないわこいつの槍は、でかすぎ。こっちからショートカットで帰れそう、あ、トマトだ、あ、トマトとポップコーン、あ、金金金金金、お金の忘れ物がありますよ、金、うわ、金金金金金は重要、お金は絶対守れておらぬぞ。あ、こっちは、いや、この辺なんかない、いや、こういうところになんかあるんですよ、浮かれてる野郎とかがね、見逃すんですよ、こういうところになんかあるからよ。あ、そっちになんかあるんじゃないか、やっぱり、こっちなんか部屋あるぜ、おい、絶対あるんだろ、そっち、すいません、何もありませんでした。あ、ここなんかあるんじゃない、お、なんかないの、ホップコーン食ってんじゃねえぞ、てめえ。あ、ここに、ここに宝箱がある、これは見逃さないです。やったぜ、金金金金金金金、あ、こういうところで出てくるものは何か重要、意外と何もないな、お前もポップコーンなんか食いやがって、あああああああお前そんなとこにあったのか。じゃあ、あの黄色いやつの謎だけ取れれ、解ければもう取れるんですけどね。いや、じゃあ黄色いやつ取りに行くか、黄色いやつ取りに行きます。あ、開いてるわ、ここにもあんじゃねえか、これだけじゃねえか、鷹が、たかがこれだけじゃねえかい、横のプロペラに気づけなかった、ただのそれだけだった、なんということだ。まあ、だが時間はかかったが回収は完了した。よし、はい、1によく似た、多分7回ゲット、よし、7回も行けるようになりましたと。グリーンフロア、もうよくわからない、ホテルとは一体、違うからヒュッポンして、は？これ何？は？じゃあどうする、こうか、なるほどなるほどねー、グイジ君取ってくるんだ、それをグイジ君、君の手からだ、よーし、お前は終わりだ、あの金塊はもう取れなそうだ、おんなかわいそうかわいそうだよな、なんか、あー、なんかチョコ、チョコマン、チョコマンに似てる、チョコマシュマロのお菓子、10円のあの駄菓子に似てるよな、テレサって癒し系だわ。